マイクロソフト Windows 1.0とは、マイクロソフトが1985年11月20日に発売した MS DOS 上に動作するオペレーティング環境である。Windows 1.0のカタログ IBM PC など X86 系の PC はもともと DOS や BASIC などのようにキャラクターユーザーインターフェースの OS を採用していたが、1984年に 登場したアップルのマッキントッシュでは OS が当初からグラフィカルユーザーインターフェースを備えていた。そのような中、マイクロソフトは MS DOS に GUI 環境を追加するアドオンの開発を1983年から進めており、1985年にリリースした。これが Windows 1.0である。動作には別途 MS DOS が必要であり、この制限は Windows 3X まで続いた。テレビコマーシャルではスティーブ・バルマーが熱狂的に Windows 1.0を宣伝し大きな印象を与えた。しかし、インテル8286で搭載されたプロテクトモードには対応していなかったためにメモリ利用の上限サイズが640キロバイトになっている。また当時の一般的なパソコンの性能では動作が重かった。 Windows の発売延期や仕様変更が繰り返されたことでソフトウェアメーカーが Windows 対応ソフトの開発から退いてしまったことも影響した。結果として米国での発売発表当時の騒ぎとは逆に発売後の評判はあまり思わしくなかった。日本では MS DOS バージョン3.1とともにバンドル OS として NEC 製。 パソコン PC-9801VX4WN に採用され、1986年11月に発売された。しかし、そのすぐ後に OS2 や Windows 2.0の登場が予期されていたこともあり、Windows 1.0に対する日本のソフトウェアメーカーの反応は、米国と同様に鈍かった。1987年にマイクロソフトのロゴが、 変更されたため、起動画面のマイクロソフトのロゴはバージョンが1985年発売の1.01と1.02そして1986年発売の1.03までが旧ロゴ。1987年発売のバージョン1.04は新ロゴとなっている。Windows の開発は1981年9月に立ち上がったインターフェースマネージャーというプロジェクトがきっかけであった。 当時のワードスタルやマルチプレインといった代表的なものを含む IBM PC 用ソフトウェアは操作方法に共通点がなくテキストのコピーやファイルの印刷といったよく使われる操作すら統一されていなかった。またアプリケーションからプリンターにデータを送る手順も標準化されていなかったため各ソフトウェアがそれぞれの開発時点でのプリンターに対応する。 ドライバを開発して添付する必要があった。こういった不便を解消すべくインターフェースマネージャーのプロジェクトが開始され、次の目標が立てられた。当初、画面のデザインはマルチプレームのように画面下部に操作コマンドを表示するものが考えられていたが、これはゼロックススターやマッキントッシュのようなプレダウンメニュー方式に変更された。また、 各アプリケーションのパネルを表示するウィンドウはタイル状に並ぶ方式を採用したが、世間では Apple のリザで採用された積み重ね表示のデスクトップ方式が受けていた。Windows がまだ完成までほど遠い状況にあった中、1980年から同様のソフトウェアを開発していたビジコープは1982年秋にビジアンを発表し、 1983年10月には出荷の準備が完了したと発表した。同時期にクォーターデックからデスコーベという競合製品も現れた。他社に先手を取られたマイクロソフトは1983年11月10日に Windows の開発を正式に発表した。それは2台のフロッピーディスクドライブと1 9 2イトの RAM を必要とするもので、マイクロソフトはそれを MS-DOS 用のデバイスドライバーとして説明した。正式発表後、マイクロソフトはハードウェアやソフトウェアのメーカーに Windows の採用を呼びかけ、1984年初めには20社以上から賛同を得た。しかし、Windows の開発は延期を重ねていった。Windows は当時のパソコンの平均的な性能ではあまりにも重く、開発は困難を極めたこと。 開発言語がパスカルからラチス C、マイクロソフト C へと変更されたこと。マイクロソフトは1983年末には500人ほどの社員を抱えていたにもかかわらず、すべてのプロジェクトにビル・ゲイツが責任を持つという組織体系であったため、開発の進行や問題の把握に遅れをもたらしていることが明らかになった。開発体制の問題は1984年8月の 組織改革で改善され、この時、スティーブ・バルマーが Windows を担当するシステム部門の責任者となった。この間、表では、ビジアンが開発環境や動作環境の問題で市場に受け入れられていないことが明白となり、マイクロソフトの失態は、初めのうちは見逃されていた。ところが開発はスムーズには進まず、1984年末に、 なると、PCWeeks をはじめとする複数の雑誌の評論家から批判を受けた。Windows はマイクロソフトの最重要プロジェクトとして、プログラミングチームは20人以上、マニュアル制作やテストチームを合わせて30人以上の当時としては、大規模なチームになった。1985年5月のコンデックスで、マイクロソフトは Windows を出展し、6月に発売すると断言した。 1985年6月28日、本来なら Windows の発売日であったが、Windows のテスト版がソフトウェア開発者やハードウェアメーカーに配布されるのみだった。名目上は正式リリース前にテストユーザーからフィードバックを得るためとされた。最終的に、1985年11月11日にマスコミや関係者を招いた Windows 完成パーティーが開かれ、 11月20日に Windows が99ドルで発売された。スクリーンショットスタイルは現行 Windows 製品の原型となった Windows95 やその前身である Windows3.1 とは大きく異なっている。ギ似マルチタスクオペレーティング環境で各 Window はタイル上に展開された。ただしコントロールパネルの個々の設定項目などのように ダイアログボックス程度の小さなウィンドウであれば重ねて表示されることもあった。ちなみにタイル状のウィンドウについては当時のハードウェア的な制約によるものという説があるが開発者は重なったウィンドウは Windows 95以降でもアプリケーション単位で画面に最大化される頻度が多いのでこの主張はそれなりの整合性がある。個々のウィンドウは タイル表示の他に最大化や最小化も可能である。この意味ではアプリケーションにはアイコンが存在するがあくまでタスクアイコンであり、口実のようにファイルとしてのアイコンはない。アプリケーションのウィンドウは最大化しない限りは常に下部に隙間を残す形になり、デスクトップの一部が見えている状態になる。Windows 3X 以前のデスクトップは基本的にタスクアイコンの置き場であり、 このデスクトップ下部領域はちょうどタスクバーの役割があった。特に Windows 1.0のデスクトップは2.0から 3X のデスクトップとは異なり、下部領域は Window の表示領域とは機能的に独立しており、より95以降のタスクバーに近いものだった。Window 表示領域は常に何らかのウィンドウが占拠しており、意図的に全てのウィンドウをタスクアイコン化しない限りは、 デスクトップ背景が見えることがない。このデスクトップ背景にタスクアイコンをドラッグすれば、そのタスクのウィンドウが開くため、株領域以外のデスクトップにアイコンを置くことはできない。すでに何らかのウィンドウが選挙していた場合は既存のウィンドウとの分割表示になる。この時、タスクアイコンをドロップした位置によって、ウィンドウが縦に分割されるか、横に分割されるかが決まる。 ウィンドウは上部にタイトルバーやメニューバーを備えており、これらはその後のウィンドウズと同様である。この頃からすでにタイトルバーの左端の四角い部分にもプレダウンメニューを備えており、そこをダブルクリックすることでウィンドウを閉じる機能もこの頃から搭載されている。しかしウィンドウには後のような太いウィンドウ枠は存在せず、ウィンドウ枠を直接ドラッグすることはできなかった。 ウィンドウ間の境界位置を変更するにはタイトルバーの右端にある四角いボタンのようなものをドラッグする必要があった。このボタンはダブルクリックでウィンドウをフルスクリーンにする機能もあった。タイトルバーの右端のボタンはこれ一つだけであり、後のようにウィンドウを閉じたり最小化したりするボタンはない。それらの操作はタイトルバーの左端のプルダウンメニューから行う必要があった。 マウスの操作は当時のマッキントッシュに近いものだった。例えば、プレダウンメニューを出してもマウスのボタンを離すと消えてしまうため、クリックしたまま移動させることで目的の選択肢を選び、ボタンを離すことで決定する必要があった。この操作方法はその後の Windows でも一応可能である。Windows 1.0から 2X まで使われたシェルプログラムが MS DOSWindow である。 日本語版では MS-DOS Window という名称だが紛らわしいことに DOS 窓とは別物でありあくまで後のファイルマネージャーやエクスプローラーに相当するユーザーインターフェースであるただし表示される情報は MS-DOS のディルコマンドの表示と大差なくドライブ名とボリュームラベルカレントディレクトリのパス及びファイル名が羅列されるだけのものだったすなわちファイルにはアイコンが用意されておらず ファイル名を直接ダブルクリックすることでプログラムが起動する。要するに MSDOS におけるコマンド入力の一部をマウス操作でも可能にした程度のものだった。なおメニューバーからはファイルやディレクトリ、ディスク関連の操作メニューがいくつか用意されているがファイルはドラッグすることができず複雑なファイル操作にはキーボード入力が必要だった。MSDOS ウィンドウの表示形式には ファイル名だけのショートとタイムスタンプやファイルサイズの情報を含むロングがあり、前者はディルコマンドでいうところの W オプションでの表示に近い。これらは後のファイルマネージャーの表示メニューでいうところの名前のみとすべての情報に、エクスプローラーの表示メニューでは一覧と詳細にそれぞれ相当する表示形式である。表示順は名前、日付、サイズ、 拡張子で相当可能なほか、プログラムファイルのみの表示や、ワイルドカードによる指定ファイルのみを表示することもできた。ディレクトリツリーを表示する機能はないものの、複数の MS DOS ウィンドウを同時に立ち上げることができ、異なるドライブやディレクトリを同時に参照することができた。新しいウィンドウを立ち上げる実行ファイルは、ムズドウスエグゼで、名称こそエグゼ形式だが、バイナリは、 ゲット命令のみの1バイトというコムファイル相当でしかなく MS-DOS ウィンドウが呼び出されるショートカットのような存在だった。これは Windows に X でも同様になっている。MS-DOS ウィンドウはシェルであるため自動で立ち上がり、すべての MS-DOS ウィンドウを閉じれば Windows も終了する。当時から搭載されていた主なアクセサリやツール類には以下のようなものがある。 FD 運用の場合にデスクトップアプリケーションディスクに含まれるプログラムを主としてあげる。実行前にはショートカットのようなタイトル名は表示されていないため実行するファイル名を示した。括弧内はタイトルバーでのタイトル。以下の他画面ハードコピーを行うハコッピーエグゼが Windows のシステムディスク側にあった。 Windows 発表直後や発売前後での歓迎ムードから一変して、発売後は批判を浴び続けた。競合製品のデスコーベやトップベがテキストベースのオペレーティング環境であったのに対し、Windows はグラフィックベースであることを貫いた。また、別の競合製品であるジェムはグラフィックベースであるものの、同時に一つのアプリケーションしか実行できない。 シングルタスクであったが、Windows はアプリケーションが無負荷の時に別のアプリケーションに処理を割り当てる疑似マルチタスクであった。この機能を組み込んだ分だけ性能にハンデを負うことになり、当時普及していた IBM PC や PC、XT 相当のパソコンの性能では満足に動かせず、8286とハードディスクを搭載した PC、A、AT ですら、 ラムディスクを使わないとスムーズに動かないと指摘された。さらに、Windows の開発表明から発売までに、発売の延期や仕様の変更が繰り返されたため、ロータスやアシュトンテイトといった大手ソフトウェアメーカーが、Windows 用ソフトの開発に興味を示さなくなったことも大きなマイナスとなった。性能の問題に対しては1986年末に、マイクロソフトが直々に IBM PC 用 CPU アクセラレーターとマウスを同梱したマイクロソフトマフハ10を発売したが Windows 対応ソフトがない問題は残っているという批判が上がった。1987年初めにはマイクロソフトは Windows を50万本出荷したと発表したが実際にユーザーの手に渡ったのは多くても10万本だろうという指摘が上がった。 Windows のコンセプトや機能に対する批判は目立ったものではなく、当時の平均的なパソコンでは性能不足だったことと対応ソフトの少なさに問題があったとして結論付けられた。1987年3月にマイクロソフトの Windows 宣伝担当は座ってのんびりしている暇はない。我々はまだスタートしたところだ。誰も最初のラップでレースに勝利するとは言っていなかった。 とコメントし、Windows の開発を続けることをほのめかした。Windows 1.0から 2X はリアルモード用のアプリケーションしか動かせないため、リアルモードのサポートされた Windows 3.0までは一応の互換性は保たれたものの、Windows 3.0以降でプロテクトモードアプリケーションが主流になる頃には事実上の製品寿命を得ていた。しかし当時のマイクロソフトでは明確な サポート期限という概念が存在せず、製品寿命を過ぎて、フェードアウトした製品についてはサポートも、うやむやになっているような状況だった。しかし企業向けの売り込みで、Windows 95からの置き換えに成功した Windows 2000の登場が転機となり、サポート期間に対する問い合わせが相次いだことから、後付けでサポート期限が設けられた。その結果、 この時点で事実上の製品寿命を迎えていた Windows95 以前の製品について一律に2001年12月31日にサポートが打ち切られ Windows1.0 も16年に及ぶ歴史に正式な幕引きが行われた。ありがとうございます。